ゆっくり説明して、分かってくれるまで話し続けて、それでやっと受け取ってくれた。はるかさんは一度読んで天井を見上げた。君のことを思ったのかもしれないね。それからまた何度も何度も読み返してた。それでね、やっと俺の方を見てこう言ったんだ。何？ありがとうって。この手紙を7年間待ってたって。本当に？君がはるかさんのことを忘れていなかったことが何よりも嬉しいって言ってた。おー、マジかよ。ずっと耐えて生きてきた甲斐があったって。おー、これでもうやっと思い残すことがなくなったって。安心していけるって。俺が慌てて手を伸ばした時にはもう遅かったよ。あの音は何度聞いても嫌な音だね。彼女、押したよ、スイッチ。え？死んだんだ、俺の目の前で。君の手紙を握りしめて。あ、大丈夫。幸せそうな顔だったよ。何言ってんだ。事実。おい、冗談だろ。なあ、おい、あいつが死んだわけねえだろ。だって今朝まで俺の手紙見るまで生きてたんだろ。それでなんで死ぬんだよ。どういう意味があんだよ。なんとか言えよ。なんとか。てめえ。手紙は読ませてもらったよ。ひどい文章だな。もし生きてるなら読んでほしい。だって手紙読めんだったら生きてるに決まってんだろ、バーカ。なんだよ。なんなんだよ。あとなんだっけな、外に出られる日が来たら必ず会おうだっけ。もう最悪だね。外になんか出られないんだから。そんな人今まで一人もいないんだからさ。ダメだよ、そんな希望を与えちゃ。彼女はね、7年間も絶望の中にいたんだ。その深い海の底でじっと耐えてたんだ。静かにそっと毎日をやり過ごしていたんだ。それをだ、君が壊してしまったんだよ。君がくだらない感傷であんな手紙渡して。嘘だよ、嘘だよ。会いたい。手紙を読んで彼女は希望を持った。初めて明るい気持ちになった。でもすぐに気がついた、そんなの無理だってね。絶望の中でじっと生きてきた彼女に与えられた希望はすぐに崩れ去った。会いたい、会えない。死ぬまで会えない。死んだって会えない。生きてたって会えない。そんな時人はどうする。死ぬんじゃないかな。君が殺したんだ。違う、君が遥さんを殺したんだよ。嘘だ、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 嘘だ。嘘じゃないよ、さっき死んだんだから。せっかく生きてたのに、もったいないことしたね。はるか、ごめん。はるか、俺どうすればいい。最初からこうすればよかったんだ。本当に君素晴らしいよ。みんな限界だったんですよ。トップツってご存知ですか。トップツ？ああ、習った。水を熱していて最後に何か刺激を加えると一気に沸騰するやつだろ。それです。別に僕じゃなくてもよかったんですよ。しかしまあ、よくあんな嘘が思いつくもんだな。ご存知でしたか。ああ、調べたけど、その手紙の女、とっくにスイッチをして死んじゃってるそうじゃねえか。使えるものは何でも使わないと。脆いもんだな、頼るもんがない人間ってな。Thank you.
おい南君、どこ行くんだ。南君、これ一人じゃ運べないよ。南君、ちょっと待て。おい、最近変だよ。どこが？気をつけた方がいいよ。あいつとはもう仲良くしない方がいいから。多分大輔もヒロもあいつが殺したんだ。そんな。もう話しちゃったの？南さん、仕方なくやったんだ。やかな芝居やってんじゃねえよ。バレたか。やろう。なんでこんなことするのよ。まだわかんねえのかよ。こいつがやったんだぞ。なわけないでしょ。やめようよ、そういうの。いいからこれ見ろ。ヒロは手紙書くって言ってたよな。それをそいつに渡したって言ってたよな。だったらなんでこれがそいつのポケットに入ってんだよ。持って帰ってきたんじゃないの？もうなんでかばうんだよ。目を覚ませ、わさび。なんで？へったくそな文章でさ。死ぬためにここに来たんだ。死んで初めて価値が出るんだろ。それをいつまでも生きやがって。生きてて何が悪いんですか。死にたいと思うがおかしいですよ。そうやってここで飯食って寝て排泄して無駄に生きて、お前らに何の意味があるんだ。何の存在価値があるんだ。お前らが生きて世の中で役に立つと思ってんのか。
税金無駄遣いしてるだけだろ。僕は行きたいんです。行きたいと思って何が悪いんですか。それはエゴだな。そんなめちゃくちゃだよ。僕らだって行きたいし、生きる価値だってあるんです。あるよ。死んだらデータが取れるもんね。よかったね。うわ